始まりました、エモチャンネル。今日のテーマは Z 世代を攻略せよ、はい、攻略したいねでございます、うん、私 Z 世代に含まれないんですけど、私のちょっと後の子たちから Z 世代ということで、90年代後半からだいたい25から15って言われてるよね、だいたい。そっか、もう中学生とかも入るんですよね、うん、いやすごいですよね。だから知ってる、その下の世代もうネーミングついてる。ゼネ違う、アルファ世代。アルファ、うん、アルファ世代はちなみにどんな世代なんですか。いやもう完全宇宙人だろうね。宇宙人だから就職意欲ゼロとか、うんうん、だってもう下手したらベーシックインカム始まってる可能性だってあるし、うーん、そっか、全く価値観が違うと思う、うん、今の小学生ぐらいってことですよね。そういうことだね。だってもう最初から YouTuber めがけて行ってたり、うんうん、最初から e スポーツめがけてゲームやったりしてる子たちだし、うんうん、目的が全然違いますね。うん、私たちの世代なんて就職することが素晴らしい、いい会社に就職することが素晴らしいと思われてますよね。うんうん、いや実はさ、俺もクラブハウス今頑張ってて、うんうん、結構それ聞きたかったです。ってんだけど、うん、結構さ大学生とかと喋るの、あと大学生が呼ばれて、うん、そのよく話しに行ってんだけど、うんうん、学ぶことしかないね。うん、俺が論じることはないよ。もう教えてくださいだけど、なんでばっかり。ああ。うん、じゃあ、そう、そのクラブハウスでリンダマンが Z 世代の、ね、うん、子たちと喋ってるのもちょっと聞いたりはしてたんですけど、うん、リンダマンが思う Z 世代に感じるすごさっていうか、なんか、うん、こいつらここがいいなみたいなポイントっていうのはどこだったんですか。いっぱいある、クラブハウスの中で。いっぱいあるけど、まあその中でもって言われたら、うんうん、嫌なことやっていうね。え、それ大事でも、うん、あ、やめます会社みたいな、うん、うん、嫌ですみたいな、飲み会行きませんみたいな、結構そういう世代じゃない後輩とかって、うん、でもはっきり物言うなと思いました、そのいいも悪いも、うんうん、社交辞令とかないよね。だからなんかすごい動物っぽいよ。あとね、なんかこう例えばじゃあ自分がセミナーとかして来てくれる子もいるじゃない、うんうん、埴輪みたいな子多いのよ。なんかセミナーに対してちゃんと聞いてんのかなみたいな、だから要はなんかリアクションが薄いんだけど、あ、懇親会で喋ったら、いやもう最高でしたみたいな、いやそういう表情で聞いてみたいな。もちろん人によるよ、でもちょっとそういうタイプ多い。か、感情が読み取りづらい、それとも出さないなんだろうねとか、うん、そんな感じのくせにすごい涙もろかったりする、感動したり、なんだろう、被災地に行きたがってたり、うんうんうん、その犬とかを保護したいと思ってる子がいたり、うんうん、感受性が高いよね。うん、うん、だからなんか俺はすごい人間っぽいなと思うよ。うん、社交辞令とか興味ないんじゃん。うん、でもなんか本質ついてる感じはしますよね、うん、なんとなく人としての、うんうん、面白いやつもいっぱいいる、うん、そうじゃないやつもいっぱいいる、うん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 、まあ Z 世代とかって言っちゃってる時点で私たちも Z 世代からすごい外れてるなって感じはしますけど、うん、Z 世代の子たちでも二分化してるってことですか、それは。いや、それはどの世代だって一緒じゃん。二分化じゃないよ、2対8だよ、全てはパレードだから。2対8ね。100人会社にいたら20人しか仕事できないよ。うん、それは生物学上の法則だからしょうがないじゃん。なるほどなるほどなるほど。 Z 世代の子たち今やっぱりほとんどが学生の子たちで、うん、その学生の子たちでも中ではそのクラブハウスに入ってきて、教えてください教えてくださいって行動してるその2割の子たちもいれば、そうじゃない子もまあいるってことですけど、そんな今学生、今この時点で学生の子たちが社会に出るまでにリンダマン的にこれだけ教えておきたいというか、 Z 世代にこれ大事にしてほしいみたいな。逆に教えてほしい。ないない、だって俺の価値観が合ってないのに。で逆に俺はそれをヒアリングしてるわけ、いろんなとこで。でまあ俺なりのデータで言うと、やっぱりそのヒエラルキーで組織で一生遂げようとは思ってないやつらばっかりだね。うん、できることなら起業したいと思ってる人も多い。うんうん、じゃあ稼いでどうすんのってこの使い道を聞くと、うんうん、あんまり物欲がないね。それも特徴ですね。うん、だってミニマリズムとかもさ流行ってんじゃん、 服なんか10着でいいですみたいな、うん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 、だけどなんかスマホは常に最新にしたいとか、うんうんうん、あのスマホファーストだよね、うん、だからもうスマホだけで何かを完結していくっていう世代だと思うし、うん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 、
なるほどなるほど。なんかさっきこう意思をはっきり嫌なものは嫌って言うっていうのがすごい特徴的だなと思ったんですけど、それってその先に何かこう目的があるっていうことですか？なんていうのかな、伝わってる、伝わってますか？ある子もいる、うん、でも全くない子も多い。まあそれはどの世代も一緒だと思うけど ね、まあ、ね、でも割かしある。うん、だからこそそうってはっきりものを言ったりとかがあるのかなって思ったんですけど、でもさ、そっちの方が人間っぽくない？うん、だって猿なんでこうやってやったらみんな逃げるわけだし、うん、リンゴあげたら来るわけじゃん、うん、本能ってそういうことだし、うんうん、日本人はわびさびもあるし、なんか空気も読むけど、うん、読みすぎじゃない？うん、いや俺さ、例えばそのじゃあコンビニタクシー、別にさそんな普通の仕事じゃん、うんうん、でそれをさ、なんかお客さんが態度が悪いとか、お釣りは両手で渡せみたいなシーンを見たことがあるけど、うん、あのね、この単価の商品でそこまで求めちゃダメだよっていう。あ、もう十分彼はやってるから、うん、弁当を出して、うん、雑誌を入れ替えてやってるわけよ、うん、だから過剰サービスなの日本って、まあ、確かに確かにホスピはいい、うん、けどその価格に求めすぎじゃないっていう。なるほど。アメリカで映画見たことない？新聞をポーン投げるの。いや見たことあり、いやあんな感じよ。雑だなと思います、うん、全部。でも日本だとさ、例えば佐川さんもちょっとクラッシュしてたら、うん、めっちゃ怒られてたんだよ、うん、いいじゃん別に段ボールぐらいみたいな。うん、確かにそうですね。すごいなんかサービスファーストじゃないけど、うんうん、だから逆に高級店なんかは本当にそこにお金が乗ってるわけだから、うん、お皿ファイナンスが良かったり、うん、深々とね見えなくなるまでお辞儀してくれる、そこに価値があるじゃない、うん、でもそれ吉野家に求めてもしょうがなくないっていう、うんうんうん、思うのよね。求めるべきところに求める。これは会社もそうよ、うん、もういやいや、やることやってんじゃんみたいな、うん、何を求めるわけみたいな、愛社精神って、うん、いや、 やってますしみたいなでこの飲み会に給料ついてんですかっていう価値観なんだよ。なんかでも妥当っていうか正当性ありますよね、うん、まさにそうだなっていうところをついてくれてるっていうか、うん、いや海外に行くとさ、俺何度も飛行機飛ばなかったことあるわけ、ストライキで、うんうんうん、いや労働者の方が強いのよ、うん、でも、うん、そんなこと見たことないじゃん、 JAL がストライキで飛ばないなんて。うん、あんまりないよ何回かあったけど、うん、だからすごいですね、こう世界と比較した時に、うん、だからあの小泉さんが育休を取った時に俺は素晴らしいなと思ったのよ、うんうんうん、後輩みんな取るんだぜっていうあの背中が、うんうん、取っていいんすねみたいな、うん、だから先輩が遊んであげる、休みを取る、うん、そうやってなんかハメを外すっていう背中を見せないと、うん、この人ずっと頑張ってんだみたいな、うん、仕事はできるんだけど、うん、憧れないよね、うん、そうですね、うん、でもそこに対してこうリアルな思いを吐露してる Z 世代がいるとしたら、うん、その Z 世代の子たちが社会にバーって出た時に世の中がめっちゃ変わりそうじゃないですか、うん、変わると思うよ、うん、っていうかもう変わり始めてる、うんうん、まあ、起業してる子がねいたりとかもしますけど、じゃあさ、まとめなきゃいけないから まとめるけどZ 世代を、まあ、攻略せよ、だから多分これ大人の人が Z の子たちとどう接するかって話じゃん、うんうん、で俺最も大事にしなきゃいけないってことは分かってて、それは多様性なのよ。うーん、だからこうじゃなきゃいけないっていうのはさ、例えば今男性は女性を好きにならなきゃいけないだって違うじゃん、うん、確かに、いろんなジェンダーがあるわけだし、うんうん、あとさ組織って、じゃあ俺らのチームに新人が入ってきました、うんうん、可愛がられるためには上の言うこと入って聞くのが一番良くない？ いや、いいですね。でもさ、この元々ある例えば黄色っていう仕事のカラーに赤いやつが入ってきた時に、うんうん、今黄色に塗ってるわけじゃん、うん、そうすると黄色としてはビジネスうまくいくけど、うん、これをより売り上げを上げようと思ったら赤とか青みたいな多様性の価値観を取り入れていかないと間口を広げていけないじゃん、反対意見っていうか、うんうんうん、だからいい会議ってそのトップダウンではなくて発言しやすい会議だと思うのよ。うーん、あー、なるほど、うん、何言っても別にジャッジされないし、うんうん、俺はこの多様性を理解してるかどうかが大人を見ててね、うん、どんなにそのリーダーが優れててもこう上からトップダウンやってる人は、うん、あ、もうこの人古いなってちょっと思っちゃうよね、うんうん、なるほど、どんな意見があってもそれは OK だよっていう雰囲気を作るっていうのが、その多様性がまず重要で、もう一つこれはクラブハウスでたくさんの若者と喋って思ったことなんだけど、うんうん、俺は Z 世代から学びたい、そして Z 世代の子たちの価値観の方が合ってることがある、うん、ただ絶対ではない、
なるほど、うん、だから俺はお茶の言葉でその手張りって言葉があるけど、やっぱり先駆者がやってきた形にした理由もあるから、うん、その大切なことは残しながら新しい時代に合ったことをやっていくっていうことがすごい重要だと思う。だから Z 世代が全部正解っていう空気も怖い。うん、うん、なるほどなるほど、うん、ちょっと神出鬼没な感じがして Z 世代みたいなところありますけど、結局イノベーションって言うんだけど、うん、新しいことやることだけがすごいことじゃない、うんうん、古き良きものもたくさんある、うん、だからそこはバランスだよね。まあ、そこを大人はまず多様性を意識する、うん、Z の子たちは俺たちは Z をリスペクトしてるけど、うん、全部が正解だとは思ってない、うん、なんかお互いにそこを分かり合って、うんうん、こう両方のいいところを、うん、例えばまあ会社にしても組織にしてもなんかやっていけたらめちゃくちゃいいですよねと思います。あ、なるほど、はい、この動画を見てどっちも意識してほしいですね。 Z 世代の人たちも、はい、それ以上の大人の人たちも。バイセクシャルになりたい。そこも多様性ですけどね。もう倍の恋愛対象を作りたい。確かにって。はい、終わりましょう、はいはい、それではまた次回のテーマでお会いしましょう。さようなら。